豊橋東映劇場は愛知県豊橋市茅町にあった映画館。1945年末に上天間町に第一映画劇場として開館し、1949年に豊橋第一東映劇場に改称。1950年に茅町に移転し、1960年にはビルを新設し、1963年に豊橋東映劇場に改称。 2001年に閉館した。1945年6月の豊橋空襲では、上天間町の帝国館も消失。戦後の1945年12月には、合同映画社によって、帝国館の焼け跡に第一映画劇場が建設された。木造平屋建て。終戦後の数年間は娯楽を求める市民で、超満員だった。ヨーロッパ映画の上映が多かったが、 1949年には、東映風切り館となって、豊橋第一東映劇場に改称。なお、この頃の茅町には、第一映画劇場、第一銀行、第一生命保険などがあって、第一通りと呼ばれた。戦後復興土地区画整理事業のために、1950年には、上天間町から茅町に移転し、木造2階建ての建物を新築した。 1955年に第一東映に改称。1960年には、鉄筋3階建て、地下1階建てで600人収容の建物を新築。1963年に、東映の直映館となって、豊橋東映劇場に改称。1階は、東映風切り館の東映シネマ1、2階は、東映による洋画の上映館、東映シネマ2だった。 1999年には、豊橋市郊外のホリデースクエアに、日本最大のスクリーン数を持つ AMC ホリデースクエア18が開館。その結果、豊橋東映劇場は2001年に閉館した。AMC ホリデースクエア18の影響で赤字に転落し、黒字化の見通しが立たなくなったために撤退を決定したとしている。跡地は2階建ての立体コインパーキング。 セントラルパーク24となっている。戦後の豊橋市中心部に存在した映画館。ありがとうございます。